鬼とは人を食い呪う妖怪。今回は歴史上登場する鬼たちを10体紹介していきます。それではどうぞ。鬼軍団を率いる最強の鬼、酒呑童子。京都の大山を根城にしていた鬼の総大将、多くの鬼たちを従え、大竹丸、玉物前と一緒に日本三大妖怪に数えられています。酒呑童子は生まれながらに鬼だったわけではありません。新潟県に伝わる伝承では、彼は身分の高い家の子供として生まれました。しかし人間とはいえ、その異様さは際立っており、なんと母親の体内で3年間過ごしていたのです。生まれた頃には歯や髪の毛が生え揃っていて、外道丸と呼ばれた酒呑童子はとても容姿に優れており、多くの女性から手紙をもらっていました。しかしそこは外道丸、手紙を読まずに焼き捨ててしまいました。そしてその煙を浴びたところ、鬼の姿に変わってしまったのです。鬼の姿になった後は紆余曲折を経て大山に住み着き、平安の世を暴れ回っていたのです。源頼光によって討伐された時も、最後までその凶悪さを発揮していて、切られた生首だけで頼光に噛みついていたのです。昔話、桃太郎のモデルとなった伝説の鬼、浦とは昔話で有名な桃太郎に登場する鬼のモデルで、岡山県木の城を根城にしていた鬼。高麗天皇の息子である吉備津彦の命は浦を討伐するために派遣された。左目を射抜かれながらも肘や鯉の姿に化けて逃げる浦だったが、吉備津彦の命も鷹や鵜と呼ばれる鳥に姿を変え追う。最終的に浦は破れ晒し首になった。しかしその首はいつまでもうなり声を上げ続けた。犬に食わせても骨を埋めても声はやまず困っていたところ、ある日命の夢の中に浦が現れた。浦は吉備津彦の命の妻である阿蘇姫に神饌を焚かせれば、うなることをやめ吉備津彦の命に仕えると話した。現在でも行われている岡山県吉備津神社の鳴釜神事はこの話が始まりとされています。この浦伝承ですが、実は鬼 vs 英雄ではなく、地方勢力 vs 大和政権の話という説もあります。当時の吉備地方では製鉄業が盛んで、それは朝鮮民族由来のものでした。その時の吉備津彦神社の主祭神は浦でしたが、吉備地方を大和政権が制圧した後に主祭神は吉備津彦の命に変わったのです。大和政権が地方勢力を制圧し、勝者は英雄、敗者は悪の象徴として仕立て上げられたのです、という何とも闇の深い説もあるんです。神通力で火の雨や氷の剣を降らせた大竹丸。大竹丸は酒呑童子や玉物前と並ぶ日本三大妖怪の一人。鈴鹿山に住む鬼で、朝廷への貢ぎ物を略奪していました。坂の上の玉田丸は桓武天皇から討伐を命じられ、3万を超える兵を従えて大竹丸の元へやってきました。しかし大竹丸は黒雲、雷雨、暴風雨、果ては火の雨を降らして討伐軍の行く手を阻んだのです。困っている玉田丸にとあるお告げがありました。それは鈴鹿御前の力を借りよというもの。田村麻呂は一人鈴鹿山に向かうと、そこには鈴鹿御前という名の美女がいました。二人は夫婦の契りを交わし、大竹丸討伐に向かいます。御前は大竹丸の持つ魔王の剣、通称三妙の剣と呼ばれる三つの剣、そのうちの二つを奪い取りました。剣を奪われた大竹丸は身の丈10丈、約30メートルもの大きさになり、300本以上の氷の剣や矛を投げつけたのです。しかし神の加護を受けた田村麻呂にはかなわず、大竹丸は首を切られ討伐されてしまいました。この鈴鹿御前の正体にはいくつか説があります。一つ目は三妙の剣を所有していた盗賊の娘、もう一つは天からの使いである天女、真逆ともいえるこの二つの説。この話も反朝廷勢力を制圧していく物語だったと考えられています。妖術を使い姿を消す鬼たち、三上ヶ岳の三鬼。三鬼が救う三上ヶ岳とは、大山の旧名称。大山周辺は酒呑童子以前の古から鬼の国だったのです。三鬼はそれぞれ栄子、春足、土熊と呼ばれていました。この鬼を退治するために派遣されたのは聖徳太子の親族であるマロコ親王でした。親王が三上ヶ岳に向かっていると馬を土葬する場面に出くわします。そこで親王は、この征伐に勝機があるなら馬は蘇ると声高々に宣言したのです。すると馬は本当に息を吹き返し、俊足の馬として親王が扱うことになったのです。さらに進んだところで老人と白い犬とも出会い、この犬が鏡を額につけていたのです。その鏡を受け取り、とうとう三鬼の元へたどり着きました。
戦いの中で鬼たちは妖術を使い姿を消しますが、鏡を使うことでその居場所があらわになりました。そして3機はマロコ神王によって征伐されたのです。エイコ、ハルアシ、土熊の3機は一体何者だったのか。一説ではエイコは異民族の象徴、ハルアシは仏教の創造上の基人である夜叉、土熊は朝廷に敵対する勢力、そういったことを3機は象徴していたと考えられています。他にも天然痘などの病気、天変地異現象、仏法に敵対する存在など、鬼はどの伝承伝説でもこういった暗喩が込められています。大江山のナンバー2、血濡れの恋文で鬼となった茨城童子。茨城童子は酒呑童子の右腕として、大江山の鬼軍団として平安の世を荒らし回っていました。酒呑童子を討伐するために源頼光らが大江山にやってきた際、茨城童子も一緒にいました。酒呑童子をはじめ他の鬼は皆討伐隊によって退治されましたが、その中で唯一茨城童子は生き延びました。別の話で、頼光四天王の一人である渡辺の綱が一条橋という橋を渡っている時、とある女性に声をかけられます。道に迷っているというので、渡辺の綱は女性を馬の後ろに乗せました。すると女性はたちまち鬼の姿になり、その鬼こそが茨城童子だったのです。茨城童子は渡辺の綱を鬼の本拠地である愛宕山へ連れ去ろうとしました。しかし渡辺の綱は冷静に刀を抜いて、茨城童子は腕を切り取られてしまいました。腕を持ち帰った渡辺の綱は陰陽師の阿部の生命に助言を求めます。生命は鬼が腕を取り返しに来るから、腕を隠して蔵に閉じこもるようにと言いました。助言通り隠れていると茨城童子はやってきました。しかし蔵には生命の結界があり入ることができません。そこで茨城童子は渡辺の綱の育ての親であるおばに化けて蔵に入れてくれと迫ります。正体に気づかず蔵に入れてしまったところ、腕を奪い取られてしまったのです。茨城童子の幼い頃は酒呑童子と同じく人間でした。そして酒呑童子と同じくかなりの美男子だったので、多くの女性から手紙をもらっていたのです。そのうちの一つに血文字で書かれた血濡れの恋文があり、その血を舐めたところ鬼に変わってしまったのです。出雲の国不動記に記された日本最古の鬼阿陽。日本最古の鬼と言われている一つ目の鬼阿陽、西暦733年に完成した出雲の国不動記に記載された鬼です。ある時、一組の夫婦とその息子が畑仕事をしていました。その時、どこからか一つ目の鬼がやってきて息子に襲いかかります。両親は竹やぶに隠れますが、恐怖から竹を揺らしてしまいました。息子は自分が食われながら竹やぶが揺れるのを見て、いけいけという意味のあよあよと口にします。以来その鬼はあよと呼ばれるようになりました。この時の息子の言葉が両親たちを逃がすために言った言葉なのか、それとも行かないでという意味で言ったのかは分かっていません。どちらにせよ悲惨な事件として語り継がれています。このあよは製鉄業に従事する人のことではないか、そう言われています。製鉄業の人々が信仰する神が天の真一つの神であったということや、鍛冶職人たちは火を見続けることで片目を失明する人が多かったことが根拠とされています。完璧な女と全財産をかけたすごろく勝負、朱雀門の鬼。平安京の一部には大内裏という場所があります。都で最も重要なその場所の入り口には朱雀門という豪華な門が設けられていました。ある日、日野長谷という人の前に怪しい男が現れます。男は長谷にすごろく勝負を挑んできたのです。男は朱雀門の2階、牢城と呼ばれる場所に長谷を連れて行きました。二人は勝負にあるものをかけました。男は完璧な女を、長谷は全財産をかけたのです。そして勝負は長谷が勝ち、男は完璧な女性を連れてきて長谷に差し出したのです。女を差し出す時、男は奇妙なことを言いました。100日を過ぎるまで女に手を出さないでくれ。長谷はその言葉通りに我慢していましたが、80日目に我慢できず手を出してしまいました。すると女は水のように溶けて消えてしまったのです。すごろく勝負をした相手の男の正体は鬼で、女は死体から作られたものだったのです。100日待てば本物の人間になれたのにと鬼は語っていたそうです。ちなみにこの鬼はすごろくをしている最中に長谷の強さに悔しくなり、鬼の姿に戻ってしまっていたそうです。最強の鬼と人間の女から生まれた非道丸。非道丸も茨城童子同様、酒呑童子にゆかりのある鬼です。しかしそれは茨城童子のように仲がいいというものではありません。非道丸は酒呑童子の子供だったのです。さらに驚くべきことに、母親は人間の女で、鬼と人間のハーフだったのです。酒呑童子が討伐された後、連れ去られた者は皆解放されていました。しかしそのうちの一人は精神が壊れていて、
大江山に残ったのです。その女は妊娠していて、そこで生まれたのが木戸丸でした。木戸丸は親の仇である源頼光をひどく恨んでいて、復讐をしようと考えていました。ある日、頼光が鞍馬寺に向かうことを知った木戸丸は牛を殺してその中に隠れ、頼光が来るのを待ちました。頼光が通りかかる隙を狙っていた木戸丸ですが、牛の異常を見破った頼光が家臣に矢を打たせると、中から木戸丸が飛び出して頼光に襲いかかります。しかし頼光は一刀両断して木戸丸を切り捨てました。人を呪い自ら命を絶つよう仕向けるくびれ鬼。くびれ鬼は出会った人間に首吊りを勧める恐ろしい鬼です。江戸時代の随筆保護の裏書きにくびれ鬼の話がありました。江戸の奉行所の組頭が部下を集めて宴会を開いていました。すると一人の部下が不意違い御門に行かないといけないと突然言い出し帰ろうとしました。組頭は帰ろうとする部下を無理やり引き止めて深夜まで過ごします。すると奉行所に不意違い御門で首吊りがあったと知らせが来ました。知らせを聞いて不穏に感じた組頭が先ほどの部下に、なぜ不意違い御門に行きたいと言ったんだと聞くと、部下は不意違い御門で怪しい男から首を吊るように命じられたと答えたのです。部下はさっきまで首を吊るつもりだったが、今は全くその気がないと不思議がっていました。くびれ鬼はこの部下に取り付いていましたが、いつまで経ってもやってこないので別の人に取り付いて代わりに首を吊らせたのです。亡者はこの世に来て目をつけた人間の命を奪う、そして身代わりを得た亡者は生き返ると言われています。くびれ鬼は中国に伝わる亡者伝承と関係があると言われています。ひずみ山に救う鬼の兄弟、大牛ガニ、お通しガニ。鳥取県のひずみ山には大牛ガニ、お通しガニという鬼の兄弟がいました。二人は他の鬼たちと一緒に悪事を働き人々を困らせていたのです。ある時鬼の悪行を知った高麗天皇が鬼討伐にやってきました。高麗天皇は軍勢を従えて薩都山に陣を組みます。そこで彼は笹に包んだ団子を3つ用意して並べておきました。すると鬼たちは団子の匂いにつられてひずみ山から降りてきたのです。高麗天皇は先頭にいた弟のお通しガニを討ち取り、続いて逃げ惑う鬼たちを倒していきました。大牛ガニはひときわ大きな体をしていたので見失うことなく軍勢は追い続けます。最後には囲まれて大牛ガニも倒されてしまいました。降伏した大牛ガニは天皇の配下になり、北の地を守る約束をしました。人々はこの鬼退治に感謝をして、高麗天皇を祀るための笹福神社を建立しました。ということで今回は、日本の歴史に登場する鬼を10体紹介しました。他にも紹介していない鬼はたくさんいます。他の鬼も紹介してほしい人や、鬼以外の妖怪、現代怪異まとめが見たい人は、コメント欄へのリクエスト、そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、さよなら。